ソンとウッズはヤマンタウで回収した情報から KGB がエルベルスタン付近で ICBM に試作ノバガス放出装置を搭載するテストを行うことを知った。発射テストを外交ルートを通じて阻止する時間はなかった。ハドソンとウッズには迅速な対応が求められた。63年にバイコヌールのオペレーションクラッシュポイントで修羅場をくぐったウッズには、この任務は乗り慣れた馬に再び乗るようなものだった。位置についた。合図してくれ。打ち上げ車両1台確認。よし、爆薬を設置しろ。中はクソ狭い。リモートで爆破する。